福岡県道92号宗方笹栗線は、福岡県宗方市から、か谷郡笹栗町に至る県道である。おおむね、全区間が2車線道路である。かつては、宮赤市の一部で、通行不能区間が存在したが、この区間の工事を実施して、現在は、全区間で自動車が通行可能な道路となっている。おおむね市域中西部から南西部へ南下する。 福岡県道69号胸方玄海線から分かれて南下し、約700メートル進み、胸方市役所のそばで左にカーブして南東に向きを変え、胸方警察署の前を通り、胸方警察署入口交差点で、福岡県道97号副館胸方玄海線と交差する。胸方高校の前を通り、鹿児島本線上の古線橋を過ぎ、メートム胸 宗方ユリックスの前を通り三岡交差点で国道3号と交差する。三岡交差点を過ぎ、南郷小学校の前で右にカーブして南に向きを変え、磯部山を登り、宮明市に入る。むね市域西部を南北に通る。市境に近い猫塚公園前で左折し、わずかに福岡県道30号飯塚福間線と重複するがすぐに右折して、 南に向きを変える。九州自動車道の下をくぐり、山間部を南下し、山陽新幹線福岡トンネルの上を通り、脇田温泉口交差点で、福岡県道21号福岡直方線と交差する。脇田温泉の温泉街の東側を通り湯原山の、口の集落を抜けた先に通行不能区間が存在したが、この区間の工事を行い、現在は自動車の通行は、 可能となっている。力丸ダム脇の福岡県道450号八木山、若宮線との分岐点付近で合流し、三家畑日吉の集落で右折して、県道八木山若宮線と再び分かれ、北西に進み、猫峠を越えて、笹栗町に入る。町域北東部から町中心部にかけて南西に伸びる。萩尾の集落を抜け、つづら折れの区間に入る。 樹芸の森公園や観音公園の前を過ぎて平地に、不り、近いずる交差点で、国道201号と交差し、続いて、笹栗線の踏切を通る。町の中心市街地の東側にある上町交差点で、福岡県道607号福岡笹栗線と、接続し終点となる。笹栗町内の沿線には、笹栗四国88カ所の札所の寺が多い。 ありがとうございます。